おはようございます。今日も晴天です。なかなかちょっと頭が回りませんが、進めます。やはり少子化で自衛隊も人手不足というところが大きく関わってきています。装備品を揃えたなかなかそれを使う人がいない。まさに潜水艦や護衛艦、戦闘機、いろんな戦車や機動戦闘車などいろんな装備品を使う人が少なく、やはり目指すは少人数で使いこなせる装備品ということでしょう。自衛隊に関しては絶対に外国人は入ってこないです。むしろそれは難しいところです。スパイ問題なども範囲に踏み切るものではないでしょう。スパイといえば、ミッションインポッシブルなどよく見ますが、から今のシリーズで見るとパソコンもだいぶ進化したなと感じます。ミッションインポッシブルでも分かるように、自衛隊でも装備品で20年違えばもうかなり違うと感じられます。コンピューターが今主流となりつつある現在、高性能旧型のコンピューターでは総合的には負けてくるでしょう。もうすでにコンピューターでしか対応できない状況となっています。最近よく聞くのがデータリンク機能、すべてをつないで、ネットワークでつないで瞬時に総合的に判断するという考えです。データリンクもいいんですが、やはり今後防衛として大事になってくるのがサイバー空間、サイバーでしょう。
このサイバー音どう防衛できるか、または攻撃するか、これにより日本の防衛力も上がってくるでしょう。最近では電子機器、攻撃機などあり、攻撃を受けるとイージス艦、護衛艦でさえ動かなくなります。それぐらい強力なものが最近では出てきています。一番気になる部分でもやはり少子化で隊員不足、55歳が定年ですが、その55歳もなんか怪しいなと自衛隊の方は言われていました。まあ自分としては55歳で定年はいいなと思います。自分は64まで働かないといけません。それを考えると10年も早く第二の人生を送ることができる。私も第二の人生のことはちょくちょく考えます。今から備えることが重要でしょう。終わってから考えるのではもうすでに遅いと考えます。なんとなくですが、自衛隊などのフェスティバル、イベントごとには参加しようかなと考えています。隊員の方の笑顔などやはりいいものです。小さな町にも年一回はそんな来ると何かしらのイベントがあるでしょう。自分も積極的に参加していきます。最近やはり感じたのはバスペル強襲揚陸艦のアメリカ機関、その代わりにアメリカ強襲揚陸艦が第7艦隊に配備されます。そこが一番気になりました。配備先は佐世保基地。バスプよりもアメリカ級挙手揚陸艦、少し大きめにできています。今度ホワイトボードで説明してみたいと思います。通勤中に防衛を考えて動画をアップ
していますが、どんな感じでしょうか。よかったら楽しんでください。